エディソン・エールネスト・バリオス・カスティーユは、ベネズエラ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。日本プロ野球における連続試合ホールド記録の保持者。2006年にピッツバーグパイレーツに入団し、参加のマイナーリーグルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグパイレーツで3年間プレーした。いずれの年度も、防御率は1点台だった。2009年からは、 ベネズエラのウィンターリーグに2年連続参加して数、試合当番したが目立った成績は残せなかった。2011年、2011年度から関西独立リーグへ参入した、神戸サンズに同年より入団して4月24日にチームに合流した。主に先発でプレーし、前期は最多勝利、ベスト9を獲得してチームを優勝に導いた。防御率は、 リーグ4位の1.66だった。シーズン途中の7月29日に福岡ソフトバンクホークスが獲得を発表した。2011年7月31日にヤンシー・ブラゾバンと共に入団会見を行い、背番号は69に決まった。1軍昇格はなく終わり、2軍では8月にわずか3試合の登板で、防御率は7.50に終わり、9月以降は3軍で出場した。 12月2日に一旦自由契約となった。オフはベネズエラのウィンターリーグに参加して、中継ぎ7回に3イニングで防御率3.52だった。2012年1月18日に育成選手として再契約し、背番号は142となった。3月20日の2軍公式戦の開幕戦で6回を無失点に抑えて勝利投手となったが、 右ひいの故障が発覚し、6月6日に右ひい関節内側側腹副人体再建手術を受けた。シーズンをリハビリに費やし、同年の当番は2軍は前日の1試合のみ、3軍も2試合に終わった。10月31日、規約に基づき一旦自由契約公示された。2013年も引き続き育成選手として契約を更新した。 13ヶ月のリハビリを終え、7月10日に,に軍校式戦に復帰した。7月末の支配下登録期限前に5枠の空きがあった点と、高山育夫投手コーチの強い推薦があり、期限直前の試合でも先発無失点と高騰したことから、7月31日に支配下登録されて、背番号は7に決まった。空き番号の関係から投手としては、異例の一桁となった。 ホークスで投手が背番号7をつけるのは1947年の岩本慎一以来である。8月18日に出場選手登録され一軍へ昇格し、同日の対北海道日本ハームファイターズ戦で来日初登板、初先発を果たし、中田翔にソロ本塁打を許したが5回を7安打に失点と粘り初勝利を挙げ、ヒーローインタビューを受けた。 8月25日の対埼玉西武ライオンズ戦でも勝利し、育成出身で初登板、初勝利からの連勝は日本プロ野球史上初の記録となった。次の試合では玉数が重み4回途中で降板して9月4日に2軍降格となった。9月20日に1軍へ合流したが、右腕に針が出て、東浜巨に登板機会を譲った。 最終的に3試合で2勝を挙げたが、80球前後の投球数制限が設けられていたため、すべてコイニング以下で降板した。12月17日に、背番号が67に変更された。2014年シーズン前に、デニス・サファテ、ジェイソン・スタン・リッチ、ブライアン・ウルフ、リオハル、バーバロ・カニザレスと大型補強がなされたが、バリオスには1月下旬まで知らされていなかった。 オフのトレーニングで肘は回復したが、春から腰痛や右肩痛を発症して7月まで3軍とリハビリ組を行き来していた。7月25日に1軍へ昇格し、大佐からの当番で2試合リリーフ当番したものの、好結果は得られず、8月8日に2軍降格となった。外国人枠の問題もあったが、8月以降は2軍公式戦でも投げず、 三軍でシーズンを終えた。オフの11月5日に、球団から対談が報告された。母国のウィンターリーグに参加し、6試合に出場し、防御率3.46、ホイップ2.08だった。2015年1月6日に、再び育成選手として、契約を締結したと球団が発表し、背番号は142に戻った。 前年のセットアッパー、いがらし太と新外国人、リック・バンデン・ハークが出遅れ、同年からの新投手コーチ、佐藤義則から休息と請求、中継ぎ適正を評価され、オープン戦8試合では、勝ちパターンのリリーフとして自責1、防御率1.04と高成績を上げたため、3月24日に支配下登録され、背番号は65に変更された。開幕を1軍で迎え、 開幕2戦目の3月28日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で2点リードの8回から、登板し、1イニングを三者凡退に抑えて、来日初ホールドを記録し、工藤君康、新監督の初勝利にも貢献した。以降は主にリードした、展開の8回を担当し、3月28日から5月20日までの17試合に、登板し、藤川球児の持つ、 プロ野球記録17試合連続ホールドに並んだ。しかし、18試合目となる5月22日の対、日本ハム戦の8回2点リードから登板すると、中田翔に同点ツーランホームランを打たれ、新記録達成とはならなかった。その後は6月2日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では、高谷弘明のホイツで、救援失敗して敗戦投手になり、六月十九日、 6月24日にも同様に失敗し、10試合で先発投手の勝ち星を4度消す配信投球を行った。その間6月23日の対西部戦では7回1点リードで、登板して無失点に抑えた後の8回表に、コーうコールドゲームとなり来日初西部を記録した。6月26日に中継部門のファン投票1位となり、 オールスターゲームへの選出が発表された。しかし、2015年7月16日に出場を辞退することが発表された。2016年は不調で11試合当番2敗3、ホールド、防御率も7点台に終わる。2軍では25試合当番1勝1敗にセーブ、防御率2.59の成績を収めた。10月24日、球団から対談が発表された。 2017年3月6日、BC リーグの富山 GRN サンダーバーズに入団した。2017年11月10日、横浜 DNA ベイスターズとの契約合意が球団から発表された。年俸2000万円、背番号は42。2018年は4月7日の対、広島東洋カープ戦で先発として、遺跡後初勝利を飾った。 シーズン終了時点で打線の援護に恵まれず、2勝しか記録できなかったものの、防御率3.33ホイップ1.19など、先発及びリリーフとして存在感を示した。2019年はシーズン開幕から不調が続き、2軍でも不安定な投球が続いた。1軍ではわずか3試合の先発のみに終わり、シーズン終了後には、 球団から翌2020年の契約を見送る旨を通告された。2020年4月2日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。神戸サンズ時代はストレートの最高球速時速 148km、平均球速時速 146km だった。ソフトバンク遺跡後の二軍初登板で最速時速 152km を記録した。 また直球は、フォーシームとツーシームを使い分け、内角をつく強気な投球である。2015年の5月に、工藤君康監督は、日本人のような下半身の使い方ができるため、急速以上に速く感じると評価した変化球は、来日前は、スライダーカーブチェンジアップを投げており、来日後にフォークを磨き、カットボールを新たに覚えた。ナックルカーブもある。 2012年のキャンプで秋山工二監督から投球が単調と評された。ベネズエラ時代にアレックス・カブレラの息子とバッテリーを組んでおり、アレックスとはソフトバンクでの同僚となった。母国では食用として飼育されているカピバラを特別な日に食べる習慣があり、好物だった。味はアリゲーターに近いと述べている。福岡移住後も遺跡初年度は、 神戸サンズのスタッフに毎日のように電話をかけていた。オフはかつて自身が所属した母国の自宅近くにある野球アカデミーで練習を行っている。西戸崎寮では通訳を置かず若手選手から熱心に日本語を学び、ひらがなを読めるレベルに達した。ヒーローインタビューなどではスペイン語なマリンの英語で話す。大貞治春球団会長とはキャンプの時に 毎年食事を共にし、野球への考え方や多くの経験を聞き、糧としている。また連続ホールド、日本記録に並んだ日が、王の誕生日だったため、日本語でメッセージを送った。2015年5月22日から6月24日までに4度ホールドに失敗した際、先発ローテーションからセッツただし、王隣なり賢と二人の先発が離脱し、 先発の外国人バンデンハークが防御率2.08、2勝0敗と高騰したにも、かかわらず、工藤君康監督は、投球内容が悪くなったわけじゃない。考えていない。今までの働きを考えると守ってあげられるように、したいと発言し、登録を抹消しなかった。トミー・ジョン主実は家族を母国に置いたまま日本で行った。 2013年7月の支配下登録後に寮を出て、妻、1歳の息子エディソンと生活を開始した。父は、ボンゴのセミプロで、いとこがプロのトランペット奏者、おじ二人もティンバレス、サックスのプロ奏者という音楽一家である。自身も、ボンゴやドラムが得意であり、野球をやめたら、音楽を学びたいと述べている。ありがとうございます。